妖怪巨大女は、アメリカ合衆国の1958年の SF 映画。制作バーナード・ウールナー、監督ネーザン・ハーツ、脚本マーク・ハンナ、音楽ロナルド・スタイン、ハイキュー・アライド・アーティス・ピクチャーズ・コーポレーション。出演は、アリソン・ヘイズ、ウィリアム・ハドソン、イベット・ビッカーズほか、モノクロ映画。サイズが変化する人間を描いた、前年の映画、戦慄。 フルトニウム人間や、縮みゆく人間を模した映画であるが、男性主人公の代わりに男性と敵対する巨大化した女性をヒロインに据えている。地球外生命体に遭遇し、巨大娘に変身させられ、窮地に陥る裕福な女相続人を描く。テレビではアナウンサーが、世界中で謎の飛行物体が目撃されていることを伝えていた。彼は冗談めかして、 その軌道を計算すると次の出現場所はカリフォルニアだと語った。ある夜、裕福ではあるが問題を抱えた女性ナンシーアーチャーが人気のないハイウェイを車で失踪していると目の前に輝く白い球体が着陸した。道から逸れてこれを避けた彼女が球体を調べるために車外に出ると巨大なエイリアンが中から現れて彼女の方に手を伸ばした。 彼女は怯えて逃走し町に戻ったが、ナンシーの角の飲酒癖と最近のサナトリウム入賞、知っている人々は誰も彼女の話を信じなかった。浮気性の夫ハリーは妻よりも最新の愛人ハニーパーカーに熱を上げていたが、彼はナンシーの気が触れて精神科病院に収容されることを期待して良い、夫のふりをし、彼女の資産5000万ドルを管理していた。 ナンシーは球体を捜索するため夫と共に砂漠を走り回り諦めかけた頃についに発見する。エイリアンが現れるとハリーは拳銃を発砲したが効果がないと知るとナンシーを置いて逃亡してしまう。後にナンシーは自宅のプールハウスの屋根で発見された。しかし彼女は狂乱状態であり主治医のクッシング博士が鎮静剤を打たなければならなかった。 ハニーにけしかけられたハリーはナンシーに致死量の薬を注射をしようとしたが、こっそり部屋に近づいたハリーの目に飛び込んできたのは巨人となったナンシーだった。クッシング博士と彼が呼び寄せた専門家のフォンローブー博士はナンシーの治療法を考え県ね当局を待つ間彼女をモルヒネで昏睡状態にしてチェーンで拘束した。 保安官とナンシーの忠実な執事ジェスは、敷地からエイリアンの球体まで続く巨大な足跡を追った。二人は球体内部で世界で最も大きいと言われるナンシーのダイヤモンドや、その他の透明な宝玉類を発見し、宝石が球体の燃料として使われていると推測する。そこにエイリアンが現れて二人を攻撃して追い出し、飛び去る前に彼らの車を破壊した。 一方、ナンシーは目を覚まし、拘束を引きちぎり自由の身となった。不定の夫に対する復讐を決意した彼女は街に向かって歩き出した。酒場で、ハニーといちゃつくハリーを発見すると、屋根を引き剥がしハリーをハニーに向けて落とし、下敷きとなったハニーは絶命した。うろたいたハリーが発砲するもナンシーは意に介さず、ハリーを右手につかんで逃走した。保安官が、 暴動鎮圧用の散弾銃を彼女に向けて発砲すると近くの送電線変圧器が爆発し、ナンシーは感電して倒れ行き耐えた。医師はハリーが彼女の手の中で死んでいるのを発見した。約8万9千ドルという低予算ながら、妖怪巨大女は続編を検討するのに十分な工業成績を上げた。プロデューサーのジャック・マークエットによると続編はより高い予算をかけ、 カラーで制作される予定であった。計画は実現しなかったが、脚本も書かれていた。1980年代中頃、映画監督のジム・ウィノースキーは、シビル・ダニングをタイトルロールに起用した再映画化を考え、ダニングが巨大女に扮した写真撮影まで行った。しかし、ウィノースキーがその代わりに1957年の SF 映画、Not of this Earth のリメイク、 トレーシー・ローズの美女とエイリアンを撮る選択をしたため、実現はしなかった。1993年に、テレビ映画、ダリル・ハンナのジャイアント・ウーマンとしてリメイクされ、HBO で放映された。監督クリストファー・ゲスト、脚本、ジョセフ・ド・ハーティ、ダリル・ハンナがヒロインを演じた。1995年、フレッド・オーレン・レイは、アタック・オブ・ザ・ジャイアント・ウーマンというパロディ映画を制作。 JJ ノースとタミー・パークスが主演した。女性が巨大化するという基本的な前提以外は、妖怪巨大女との共通点はほとんどない。バストサイズに悩むグラビアモデルが危険と警告されながら法教効果があるという薬を服用し、副作用で巨大化する。しかし、そのために逆に注目を集めるようになった彼女を面白く思わない。 ライバルのモデルが同様に巨大化。恋に滑稽に描かれた低予算映画であり、フォトモンタージュを使用したオリジナルと異なり、強化遠近法を駆使して、巨大娘の視覚化を実現している。2011年後半、ロジャー・コーマンとニューホライゾン・フィルムズは、アタック・オブ・ザ・ゴジュー・フット・チアリーダーという 3D 映画を制作、2012年8月25日に公開された。 監督は、ケビン・オニール、脚本はやはり、コーマン製作の、シャークトパスも手掛けたマイク・マクリーン、ヒロインのキャシー・ストラト・フォードをもとミスティーン・ジョージアの、ジェナ・シムズ、ライバルのブリタニー・アンドリュースを、オリビア・アレクサンダーが演じた。2007年6月26日、ワーナー・ホームビデオより、DVD がリリースされた。また、カルト・キャンプ・クラシックスサイファイ・スリラーズのタイトルで、 大会10ヒモス、惑星 X 悲劇の壊滅を加えたボックスセットもワーナーより発売された。DVD にはハニー役のイベット・ビッカーズと映画シアのトム・ウィーバーの音声解説が含まれている。2011年9月20日、ワーナー・ブラザースは本作をワーナー・アーカイブ・コレクションに加えたが、ビッカーズの解説は省かれ、予告編のみが付録として収録されている。 2013年現在ブルーレイディスク化はされていない。また、日本では VHS の時代も含めソフト化は実現していない。ありがとうございます。